今回の新妙グルメチャンネルは、お池御前通りにある10年前からお世話になっているパン屋さん。久しぶりにこちらのケニーズさんで美味しいパンをいただきたいと思います。以前に勤めていた会社でこちらのパンがよく差し入れられていたのです。久しぶりにケニーズさんのキャラメルのパンが食べたくてお邪魔しました。こちらのケニーズさんでは100種類以上のパンが並んでいるので探すのも大変。スイーツパンからお惣菜パンまで幅広いです。さて、10年前の大好きだったパンの特徴は、見た目はコッペパンで上にチョコレートがコーティングされている。中にはクリームが入った激うまスイーツパンなのです。あ、けどピザパンなど種類がかなり増えている。私が大好きだったパンは果たしてあるのか。ありました。チョコレートでコーティングされたコッペパン、2つしかないな。結構たくさんの種類のパンが現れますね。以前によく食べていたパン、ピーナッツクリームのパン、はい、こちらちょっといただこうと思います。クッキーも豊富に置いてあります。こういったラスクの種類もめちゃくちゃ豊富ですね。どれも美味しそうですね。ドーナツありますわ。今回いただくのはこちらの懐かしのスイーツパン、あとお惣菜パンも買って公園でいただきたいと思います。要冷蔵、ホイップクリームの入ったスイーツパンも欠かせません。ほんまにどれも美味しそう、懐かしい。今回のチョイスはこんな感じ、楽しみ。種類が豊富ですね。すごい多いですね。ああ、これ全部覚えてはるんですか、値段とかも。そうですね。すごいですね。で、これ毎朝こう作られてるんで、こちら出してはるんですね。そうです、はい。こんな種類、すごい。あと種類は何種類ぐらいあるんですか。奥さん、100では効かないよね。ああ、ほんまですか。もう100種類以上の。探し求めてたパンです。こちらからまずいただきます。10年前大好きだったキャラメルクリームのコッペパン、そのお味は相変わらず。これこれ、この味めっちゃ懐かしい。そう、中にクリームたっぷり入ってるんですよ。思った通りの懐かしい甘いパン。うわ、美味しい。これ一瞬で食べてしまった。もっと味わって食べればよかった。甘いパンの後はしょっぱいパンいただきます。ピザパンをいただきます。うまい。トマトソースめっちゃジューシーで、ベーコンぎっしり、うまい。初めて食べるこちらのピザパンも絶品。めちゃくちゃジューシーで美味しかったです。こちらは中にピーナッツバターが入ったパン。中のね、ピーナッツクリームとカリカリのナッツが入ってて、めっちゃ甘くて、この食感も楽しめて、めっちゃ美味しい。ピーナッツジャムってなんでこんな美味しいんやろ。深く考えすぎだよ。ちょっと間にドーナツ挟みます。生地しっとりしてます。ちょっと甘いの食べ過ぎかな。ガンガンスイーツパンを頬張る新妙。ドーナツは中にナッツ入ってますね。ナッツカリカリで生地ふわふわで美味しいです。最後はホイップクリームの入ったコッペパンをいただきます。表面はメロンパン生地のチョコレートですね。結局ピザパン以外は甘いスイーツパン。生クリームたっぷりです。美味しい。妙、丸っこいチョコレートも入ってます。懐かしい10年前のパンが食べれてとても感動しました。ごちそうさまです。というわけで、今回は新妙思い出の10年ぶりのパン屋さんをご紹介しました。また次回のパン動画でもお会いしましょう。新妙でした。